危機契約シャープ2、2月10日、等級8です。今日は指定契約は別にしました。さすがに、敵の攻撃力 80% アップは辛かったか。さらに攻撃速度が上がって少人数とかですしね。さすがに、出撃可能数が4人は少ないよね。このステージは、コマンドシステムを使って配置可能数を増やすので、最終的には7人ですね。ああ、そうなんだ。数字のインパクトが大きいね。そうですね。今のところ、コマンドシステムの数が減る契約と一緒に来たことはないので、それなりには出せます。じゃあ、それを使うまでの序盤をどうしのぐかがポイントだね。ですね。このように、左に3人、右に撃破戦法を1人にしました。偏ったね。てっきり1箇所にまとめるのかと思った。右側にまとめると、左の高台がごっそり使えなくなるので、それがきついですね。なんで使えなくなるの？ハンマー持ってる敵が高台にも攻撃してきて、みんな倒されてしまうからです。なるほど。次、右側に敵が2体連続で来るので、ブリュムのスキルを使って早く倒します。左に噂のハンマーが来てる。左はムースで対応できるので、そのままです。さすがムース。さすムース。右側は？右は耐えれないので、ウムに交代して少し耐久します。耐久？コマンドシステムが使えるまでですね。あとどのくらいかな？あ、いけた。早速2個使って、不可者とヘイズを置きます。使うにもコストがいるので、一つ残しています。左から何か突進してきた。あれは今回契約で強くなってるので、後ろに流します。あれ、倒さないんだ。通り抜けたら、クーリエをビーグルに交代します。なんで抜けたの？3ブロック持ってるキャラじゃないと、そもそもブロックできない敵なんですよね。ゴールしたらグムを下げて、手前にクオーラを置きます。突破されて恥ずかしくないの？排水の陣はないので、流すのも戦略です。コマンドシステム使うとき、すごい強そうなこと書いてない？ああ、あれね。防御とかは、コマンドシステム自体のステータスが上がるだけなんですよね。うわ、騙された。わかる。なんか、右側に攻撃が集中してるね。左はラグビー部を流してるので、あとはムースだけですね。右から駆け抜けマンが来てますが、これは倒せるのでそのままです。安定してきたね。ですね。右からもラグビー部が来た。これは倒します。不可者、ヘイズ、パフューマーのスキルを使います。クオーラでもダメージが大きいね。すぐ後に敵が1体来るので、クオーラのスキルでブロック数を増やします。さらにヘイズを下げて、右上にロープを下向きに置きます。配置枠を開けたのね。厄介な駆け抜けマンをロープで引っ張って、先にダメージを与えておきます。さらにギターノのスキル。左のラグビー部が引っかかってる。ビーグルを一旦下げて、グムを置き直します。ロープのタイミング、難しくない？駆け抜けマンの前に狙撃兵が出るので、それが目印ですね。指定契約はどうするの？それはこのまま、この動画の後半でやります。長い夜になりそうだ。まだ朝ですよ。見てくれてる人は夜かもしれないよ。確かにそうですね。ほら、謝って。ごめんなさい。というわけで、指定契約単独です。支援をつけてもクリアできます。術師ばっかり。まあ、術師でいいや。ってなりがち。3等級だから、さっきよりは簡単？そうですね。攻撃力 80% は、さっきのラグビー部強化よりも強いですけど、そこにさえ気をつければ大丈夫ですね。左は、さっきと同じ位置にクーリエ。右は、少し手前にフェンを置きます。クーリエがもう倒されそう。やっぱり攻撃力アップは痛いですね。次に左に単体医療を置いて、クーリエを回復します。ギリギリだ。さすがクーリエ。防御力が高い。右も同じように単体医療。さっきの4人だったら、もうこれで終わりだね。さすがに無理ゲーですね。左にムース。左は、さっきと大体同じだね。ですね。ムースは頼りになります。右は青ゲート前にメランサ。あれ、フェンの後ろなのに、攻撃が当たってる。ここは敵が斜めに突っ込んできてめり込むので、後ろからでも当たるんですよね。不思議。斜めに当たると、いろいろなところから攻撃できるので、ボーナス配置ですね。左のハンマーは、攻撃力 80% アップでも大丈夫なのね。そもそもムースは防御力高めですし、スキルで、敵の攻撃力ダウンもありますしね。でも右は、フェンのスキル発動を見てから、グムに交代します。ムースを見習って。さすがに、交代する方が基本ですね。コマンドシステム来た。では早速2つ使って、ヘイズを右向きに、ガシャを左向きに置きます。あ、今回は左向き？クーリエをビーグルに交代します。あれ、ラグビー部がまだ抜けてないよ。今回は倒しておきましょうか。スルーしたさっきのより攻撃力高いのに？攻撃速度や耐久力は上がってないので、医療のスキルを使って耐えながら、さっさと倒しましょう。って言ってる間に倒しちゃった。
抜けさせるのも戦略じゃなかったっけ？抜けさせてもいいですけどね。三等級ですし、倒せるなら倒しとこう。クムの右の敵に攻撃が届かなくなった。敵が複数いると位置がずれるので、よくありますね。まあ大した問題じゃないですので、ギターノを置いてから、クオーラに交代しましょう。これで、キャラを全部出したね。今回はロープはいないんだね。そうですね。必須というわけではないですし、別パターンにしました。右からのラグビー部が来た。これももちろん倒します。攻撃力が高いですが、クオーラのスキルは焦らず、次の敵が来るまで待ちます。ラグビー部に3ブロック使ってるので、ブロック数を増やします。余裕だったね。そうですね。で、右から駆け抜けマンが来たら、ギターノのスキル、走ってきてる間に複数回当てます。さっきもこれでよかったんだ。さっきは、ギターノのスキルタイミングによって、3回当てないと倒せなかったし、素質の占いに左右されそうで避けました。今回はメランサがいるのね。です。このステージは、契約内容で敵のルートが変わったりするので、なかなか面白いステージですね。まさに危機契約のシステムにぴったりだね。ご視聴ありがとうございました。